さあ審判団を先頭に両チームの選手たちが入場してきました。画面右側、青いユニフォームがホームのガンバ大阪 U23。 かなり上空は暗闇に詰まりました。堀主審の笛が吹かれました。前半が始まりました。低いボールつながっていく、ただシュートを落とせない。もう一度ゴール前シュートを決めた、遠山だ。肩をかわしてのシュートでした。大串からのクロスというようなシーンが多くありました。福島です。芝本から右、ガンバの攻め。さあここはエレン中に入って切り替えていく、シュートだ、決めた。ガンバ追加点、最後決めたのは48番中村でした。福島が攻めた後、ガンバが一つの攻めで追加点を挙げました。こぼれて遠山、さあ抜け出したチャンスを迎える、キーパー飛び出すがかわしてシュートだ。今日遠山2点目。これが16歳のプレーです。キャプテンの松田から右サイドつないでいって、伊勢ワンタッチでつないでいく。さあここは3対1の状況だ、シュート決めた、4点目。最後は48番中村。見事にコントロールしたボールがゴール左隅に決まりました。これで4点目。つないで川崎、うまく芝本に渡ってクロスはシュートだ。そして最後押し込んでいきました。ゴールです。オフサイドはありませんでした。ただスペースがあってそこを使ってくる。さあここもチャンスを抜けて白井だ、シュート決めた。ガンバ6点目。点を取る意識を植え付けた白井、見事な飛び出しから左隅決めてきました。出していく、高井がクロス上げてスパイラー、こぼれているがクリアする。そしてここで長井久恵、試合終了。若い力が見事に躍動、ガンバ大阪 U23。